神山複製病院は1889年5月22日に静岡県御殿場市神山にて設立された病院。日本に現存する最古のハンセン病療養所であるパリ外国宣教会の神父テストウィードにより設立された。2019年に創設130年目を迎えた。現在は一般外来、ホスピス病棟、介護医療院、 小規模多機能型居宅介護事業所、訪問看護ステーションを備える。運営母体は、一般財団法人、神山副政会。1897年に建設され、2002年まで事務本館として使用された建物。現在は、病院の年表、歴代委員長の写真、患者が使用した物品をはじめ、皇室関係の記念品や、第六代目院長の岩下神父、 初代府長のイブカヤエの資料、遺品を展示している。1919年に、ハンセン病療養所長の会合があったが、当時は離れ島に患者を隔離する案があった。院長の発言、諸イ盗患者の待遇はひどく、そのために騒動があり、患者たちは互いに殺し合った。これは、ダミアン神父が言ってから改善された。日本政府は患者を孤島に送って何をするのか。 患者は何も恐れない。私の病院は患者が72人で皆、兄弟、私が親である。喧嘩はない。ことを隔離がダメです。患者の結婚について、リデルさんが言われた通り、結婚すべからずという法律を立てる。5か年計画を立て、医療設備を充実させた。熊本の海春病院とハンナリデルを訪問している。 進行的救済と医療による治療的救済の両立を目指し、患者主体の病院経営を行った。多くの人に会い、施設を発展させた。イブカヤエは、ハンセン病だと診断され、当病院に入所したが、後に誤診だったと判明する。しかし、患者に接する院長の姿に感銘を受け今度は、看護師として勤務することを決意する。 ABE 病院機能評価結果の情報提供による。山本俊一、日本来市東京大学出版会、P95。山本俊一、日本来市東京大学出版会、P104。室田康夫、人物で読む近代日本社会福祉の歩みミネルバ書房、二2006年5月30日、204ページ。ありがとうございます。